おはようございます。今朝のミルクです。今朝はね、なんかこうゆったりした朝 っていう感じですね。なんかね、今日すごい晴れてますもんね。ピクニックとか行けちゃうっていう感じの青空ですね。私は早速朝からね、洗濯機回しました。乾燥機、前回のね、ミルクの YouTube で言ったんですけどね、乾燥機あるんですけど、まあ晴れた日はやっぱりなんか洗濯したいななんて思っちゃうんですよね、やっぱりね。そんなわけで朝から洗濯機回しました。皆さんは今日はどんな一日をお過ごしですかという感じですよね。ミルクはね、今こうしてマッサージを受けているところで、だんだんもう眠くなっちゃってきてますね。今朝の散歩まだなんで、あ、今散歩って言ったら目が開いた。そう、まだ行ってないんで、今から行くんですけどね、なんかもう、私はもう眠いよって顔になってる。ミルクのこの歯ってね、出っ歯なんですよ。出っ歯、上の歯が前に出てる。オーバーショットって言いますよね。他にもね、下の歯が出てる子、アンダーショットな子とかね、犬種によっていっぱいいますけど、やっぱりね、こう歯がずれてるとなんか、ね、そのアンダーショットの子とか特に 歯悪くなったりしやすいからね、歯磨きすごい大事だなって思ってますね。あ、今もまた歯磨きって言うとね、耳動いた。好きなんですよ、なんか。歯磨きの後におやつもらえるって分かってるからすごい好き。あ、今すごい耳こっち向いてますよね。え、歯磨きするんだったら私起きるんですけどみたいなね、顔してますね。まあしないんですけど。本当ね、こう面白いですよね。ずーっとね、やってますから、この格好。もう眠い、寝ちゃいますよっていうね、顔してますね。まあ、こんな感じの日常というかね、なんでしょうね。その日々、慌ただしく過ごしちゃってるとね、こういう風にワンちゃんを撫でる。とか、この、なんでしょうね、触るみたいなこととかって、気づいたら、こう、やらなくなってることとか、あるんですよね。私、特にそうなんですけど、なんていうか、ね、忙しくしてると、こう、自分のことで精一杯になっちゃったりして、朝晩のね、散歩だけで、精一杯とかって、まああるのかもしれないですよね。ですけど、やっぱりこういうふうに一緒に過ごしてる時間、外を眺めながらとか、ね、一緒に昼寝してる時間とか、なんかそういう当たり前の日常がね、すごい幸せなことなんだなって思ったりしてます。まあ自分でね、予定って入れてるからね、自己責任なんですけどね。今週すごい個人的にこう忙しくしすぎちゃったんですよね、自分の中でね。そしたらなんか、まあ減量を始めたっていうのもあってね、どん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 もう疲れがね、抜けなくて 普段だったら多分その忙しくても食べてカバーできるんですよね、ある程度のことって。食べたら元気になったり、ストレスって解消されるじゃないですか、結構。なんですけど、減量始めたのもあって、こう思うように食べれないとか、なんていうか、気づいたらね、ストレス溜まっちゃってるんですよね、そういう時って。それで、プラスで、なんか予定も結構入れちゃってて、その普段私本当に本読むのが好きで、
こうミルクと一緒にね、昼寝というか外眺めながら本読む時間が一番好きなんですよね、結構一日の中で。だからそういう時間もね、なんか気づいたら全然取れなくなっちゃってて、今週それですごいストレスというか体にも心にも疲れを溜め込んでたなっていう一週間だったっていう気づきが得られました。だから次からはね、あらかじめもうこの日は絶対に予定入れないとか、休みの日、リラックスさせる日にしようってね、もう決めとくのが大事なんだななんて思ったりしましたね。なんかね、学生時代とかも結構予定詰め詰めにしちゃうタイプだったんですけど、スケジュール帳とかね、見るとすごいんですよね。もう、なんか9時から10時何々、10時半から11時何々みたいな、もう全部、しかも、こうギリギリの時間に全部詰めていきたいタイプだったんで、なんかね、ちょっとおかしかったんでしょうね。なんかそのスケジュールが埋まってないと不安、なんか何もしてない自分って意味ないんじゃないかみたいな、そういう焦りがね多分あったんだなって今思うと思うんですけど、そんな風に思っていながらも今週同じような状態を作り出しちゃってたっていう感じで、久しぶりにね、怒り出した。なんか久しぶりに自分の中でもね、ちょっと今の自分おかしいなみたいな感じた一週間でしたね。でもそう思うと犬ってなんかその私たちのその人間のおかしいんじゃないのっていう部分をね、なんか体で教えてくれてるっていうか、そんな気しますよね。この食べて遊んで散歩行ってゆっくり寝てみたいな、なんかそのままでいいんじゃないのってすごい教えてくれてる気がしますよね。例えば今これもしミルクがね人間だったら、いやでも私は今日は予定があるからお散歩にもう行かなきゃいけないのとか言ってね、準備しだしたりしてせか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 してねしてたりしますけどね。でも本当は別にね、そのお散歩に行く予定とかよりもね、この今撫でられてる時間の幸せをね味わっとけばいいだけじゃないですか。その未来を散歩に行かなきゃいけないの、私はそっちが大事なのみたいな、でも未来のことばっかり考えたりとかね、そんなことする必要なくてね。そう、お散歩で雨降ったらどうしようとか、そんな心配する必要もなくて、こうやってただただ撫でられてる時間、こう味わえばいいだけですもんね。それとか犬って絶対後悔ないじゃないですか。なんか昨日あれしてすんごい怒られたからもうずっと嫌だみたいなことって多分犬って思ってないですよね。またやったら怒られるとかはね覚えてるから頭いいななんて思いますけど、それをずっと引きずってることってないじゃないですか。こういう風に撫でられてる時に、あ、でもこの飼い主に昨日怒られたから怖いなとかって別に思ってないですもんね。ただただ撫でられてる時間、今の時間をこう精一杯楽しんでる。だからこのね、もうどん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 お腹出してきちゃってね。もうリラックスモードですよね。ただただ今を楽しむ。本当にね、散歩とか見ててもそうですよね。人間ってつい、こう今ってスマホ見続けちゃったりして、歩いてるこの道目の前の道にはね綺麗な景色とか、こうすれ違ういろんな人とか聞こえる音とかいろんな出来事があるのに、スマホの中の世界見ちゃってて、なんか今も生きてないなって自分でも思うことあるんですよね。でも犬ってね、常に目の前のことしか見てないんですよね、今起きてる出来事。だから本当になんか動物見てると、その自分の生き方、あり方みたいなのをね改めて感じさせられるなぁなんて思った、まあそんな朝でした。ね、これね、まあずっと続いちゃうんで、こんな感じで今日はね
終わりにして、まあ皆さんもね、ワンちゃん飼われてる方、猫ちゃんとか、まあ鳥とか、いろんなペットとか動物、うん、飼われてる方はね、そんな目線で自分の家族ペットですよね、見てもらえるとね、すごい違った気づきがねあるんじゃないかななんて思います。うん、ぜひね、まあ今日は土曜日、仕事お休みの方もね多いのかななんて思ったりしちゃったりしてますんで、ぜひこんな感じでゆっくり自分を、あと自分のペット家族とかと一緒にね、心も体も休めるという一日を、少し時間をね、そんな時間を取ってもらえるとね、いいんじゃないのかななんて思ってます。あ、もう白目向いてきてますね、ミルクね、白目ですねこれ。うん、まあ、そんなわけでね、今日も、あ、起きた、あー、なんかすごい、あ、もう眠かけてるそんなわけで今日も最後まで動画見てくださった方ありがとうございます。ぜひね、チャンネル登録まだの方はもう絶対 100% 1000% チャンネル登録ボタンを押してください。お願いします。そしてチャンネル登録すでにしてる方もね、3人ぐらいにぜひおすすめとして教えておいてください。お願いしますそれでは本日も最高な一日を。